切れちゃった。おおおちょっと田澤さん、この動画は世界中のいろんな公共物に貼られてある BNE 三条ステッカーを剥がして三条しなかったことにしたらまた貼りに来るんじゃないかというドキュメンタリー型実験動画なのである。ちょっと田澤さん、はい、いやもう剥がしてくださいよ目的見失ってるからな。暑いんだもん。いや暑い、いや結構あの室外機で風来てますからちょうどいいでしょ涼むのに。じゃあちょっとやっちゃいましょうか。やりましょう。僕の力でこのステッカーを剥がします。ああこういうねほら簡単にいけちゃうものもあるんですよ。ああ、ちょっと待ってください。何ですか。これ DNA の上の方なんですけども、ほら上から他のステッカーが貼られてあることによって、はいはい、ちょっとほらあれほらちょっと待って、剥がれたじゃん半分。半分ゲット、 DNA 半分ゲット。ちょっと見えないけど、いやわけわかんないけど、やったー。なんで俺取る。残り半分は行きましょうよ。残り半分行きましょう。いけんじゃないのこれマジで。あらおいと何今日の。やっただから俺のリアクションいらないし。ちょっと待って、ちょっとほらこれ上からステッカーが貼ってあるおかげで、うん、ガンガン剥がれてんじゃん。残りはちょっと厳しいんですけども。え、それ本物？あんだけ剥がれなかったのに。おお、行ったね行ったね。見たか BNE、 見たか私の引きを。もう一枚こっちも行っちゃいますよ。行きましょう。これはなしで。いや、剥がせだから。チャンネル登録してね。はい入って入ってない。チャンネル登録してね。はいチャンネル登録してね。